かっこいい。最後のやつですね、多分。うん、かっこいいな。何歳って書いてありますか？25。あ、最後だ、じゃあ。え、2018年で。そうですよ。終わってんの？うん。2018年が最後ですよ。結構前じゃないですか、もう。4年？ 5 年？ 5 年目。5年か。早いですわ、時の流れってものは。なあ。早いな、2年しかでも一緒にできなかったんです、カリンは。うん、そっか。はい。2016年に入ったので。7月にさやかちゃんのライ、さやかちゃんの、あ、さやかさんのライブ行くよやって。いいなあ。うちの推しが大変失礼いたしました。言っといて、ほんまに。誰？うか。うか。うま。限界で。ちょっと YouTube のね、更新忘れてて、今とっさにしました。でもよく準備はしてたの。よくよく考えたら、夫婦にガッチで夫婦にしたいのはウーカかも。あ、本当ですか、うん、あ、でも2人が合いそうな感じしますけどね、うん、結局ね、ウーカがお嫁さんで、うん、私パパ、うんうん、そうかも。わかります、ウーカさんってお嫁さん感ありますよね、うん、ある、わかる、わかる、わかるは旦那さんなんですけど、するなら、うん、あー、ウーカね、うんうん、母性あります、うん、そうだから一番のあの奥さんの姿が想像できます。あー、確かに。ん？ゆうちゃん説教部屋好きです。今日なんかうまくいかへんかった。なんかね、考えずにやると説教部屋する側も自分の反省会はあるんですよ。大変なもんでね。面白くない人のこと説教部屋って言ってるんだ。普通になタイトルで見たら説教部屋怖いやんか、うんうん、でも私面白くしたいからさ、うん、そうですよね。今日なんかちょっとな、締めがうまくいかなかった。なんか変な締め方しちゃった。こうやって日々反省して成長していきます、はい、でも頻繁にやるわけじゃないから。そうね、たまにですもんね、うん、ショーマンでも奥さん役だった、確かに。あ、そっか、ほんまやな。ぴったりでしたよね、本当に。いや本当に、うん、みんなぴったしやった。確かに。説教部屋毎回やってほしい。大変だ、説教すること。説教にも反省ってあるよな、でもそう思います。こう伝えればよかったなとかね。あ、本当の説教に関してもありますよね、絶対。楽しかったです、今日も。でも楽しかったね。こじりに説教されたいですって。怖いですよ。説教してみて。怖いですよね、怒ったら、うん、あの普段怒らん子が怒ると、お、こんな怒り方するんやとか。そうですよ、本当に。そんな軽い気持ちで説教されたいとか言ったら、うん、感じ、痛い目に遭います。このままです、うん、どうだろう、このままではないやろ。このままではない、怖いですよ。ピリッとはします、やっぱり。あのコジリンの怒り方は種類にある。なんて種類ある。そうですね、確かに、うん、何種類か。NAB の中で一番怖いなと思う、怒ったら怖いなって思った子いる？でもみんな怒らんか、あんまり。え、なんか、はい、先輩か、卒業された先輩とかの方が覚えてます。誰？例えばももかさんとか。あー、はい、愛の無知なの分かってるので。はい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 、はい、うん、ももかさんはカリンはでもあのあれ無茶苦茶で泣きましたね、あのゆうみさんに説教できなくて。あ、ほんまや、あったな。それはでも難しいよ。難しかったの、めっちゃ。そこまでいい関係性じゃなかったから。今ほどね、確かに。そう、今ほど全然なかったから。カリンちゃんが私に、だって先輩ぞ。しおん、あのゆうみさんでしたよね。そう、しおんと先輩。そうですね、しおんと私。本当にできなかったの、どんなにね、うん、やっても本当に無理だったの。あれは無理ってなったな、抱え込んでたの。あれはね、ダメだった、泣いちゃった。あれは難しいよな。うん、でもなんか申し訳なかった、期待に応えられなかったことが。めっちゃ覚えてるな。全体的に怒られてたよな、あれはね。めちゃくちゃのコンセプトって、なんかおとなしい子が多いから殻を破けようってなった公演じゃないですか、うん、それに対してなんか与えられたまんまやる子がやっぱ多いから、うん、それをどう生かすのかをそこまで考えないとっていうのをももかさんから。そう、いや本当にありがたかった。なんか久しぶりに注意していただいた感じがして。確かにね、あれもまだ2年経ったないぐらいだと思うんですけど、うん、なんか本当にありがたく感じました。理不尽に怒ってるわけじゃないからな。じゃない、本当に。でもなんか分かるんですよ、あのやっぱりね、愛のある人の言葉は分かる。 それがあって、
愛だって。ああ確かに。伝わるからこそ申し訳なくいさがかった。うん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 。分かる。そうそうそう。懐かしいな。めちゃくちゃやってましたね。うん、やってたな。うん、もう見えなくなったよね。うん、てか千秋楽いつすんの？何の場合の。もう無理ですよ多分。確かに無理やけど、うん。もう無理なんだよ多分。みんなが唯一の千秋楽迎えてない。そう。ある意味すごいけどな。そんなことあるんですかね、千秋楽迎えずに終了なんて。なるほど。パワハラ問題が今話題に。何が？あ、どういうこと？そういう世間がってこと？あ、そう言っただけでパワハラってこと？ごめんなさい。理解できなかった。そうですね。まあでもそういうご時世になっちゃったよね。いいのか悪いのかちょっと分かんないですけどね。なんて言うんだろう、なんか注意というか、なんか分からん、なんかこれって叩くとかやったら、うん、それで叩きながら暴力やってパワハラやん、そんな、うんうん、だけど普通に、いや直してほしいのに、なんやろうな、難しいよな。難しい。それでぐちぐち言う子は、私はもう甘いやと思ってるし、うん、あ、じゃあ自分がもし社会に出た時、うん、そんな環境でいられへんよ、もっと厳しいよって思ってしまうから、うんうん、難しいですよね、それはちょっとね。難しい、わかんない、私たちには。え、ゆうちゃんとこじりんってどっちがパワー上なんやって。パワー、うん、絶対ゆみさんだと思うけど。なんで？握力とか彼に全然なかった気がしますよ。え、私もやで、私が一番なかったで。そうでしたっけ。私が一番なかった。そうかも。じゃあ今日珍しく真面目モード。確かにうーかさんいないから。うちらあかんよな、うちら二人になっちゃうと。そう、二人だとあんま面白くないんですよ。そうやねん、あかんねん。強そうに見えるですよね。うかさん今だからちょっとメンテナンス中。平和にほぐしてもらってます。ほぐしてもらってます。おかしい人おる、ゆみさんにパワハラされたい。おかしい人おる。でもファンの方、ゆみさんのファンの方のなんか7割ぐらいはその感じありそうですけどね。ああ、うん、あのなんか怒ってが多い。うん、怒ってと言われてもな、難しいね、それが。そうや、ガールズビディアの表紙の写真が発売されました、うん、あ、解禁されました。皆さん見てください。うん、なんか最近ガールズビディアずっと行ってますね。はい、いいお呼ばれしてます。まあ行くことないと思います。もうダンサブルで行きたかったけど、ね、もう卒業しちゃうし。そうですね、ちょうど4人だしとか言ってたけど、うん、無理でしたね。ずっとおねだりしててんけど、ダンサブルでお願いしますって言ったらな、うんうん、あそこあのガールズビディアさんの、うんの人が、うん、いやでもかりんちゃんがみたいな。やっぱそうですよね。そうなんですよ、かりんの需要がなくて本当に申し訳ない。でもあれってさ、私服と写真の水着撮るやんか、うんうん、でもさ普通のさ、うん、全体のさ集合写真ってさ、うん、何でも形あるわけやんか、うん、だから普通に、うん、このなんていうチューブトップみたいなやつを用意してもらって、うんうん、そうで、うん、私服は普通に私服みたいな水着っぽい、うん、いけんのかそれで。水着っぽい私服絶対いけるって。いけるんですかそれはって言ってんけど、うん、いや無理ですよ、やっぱ向こう側の欲しいものとしてやっぱ当たらないんですね。申し訳ない、仮にね、もうちょっと需要がありゃーねー。よう呼ばれてきた、ね、あるやん需要。お尻お尻だけでいいなら全然あり。いいですか、うん、言っといてください。であのお尻はありますよって。うかと私とあのチヒの顔だけやって、うん、うかさんに決まった表現で全然やるのにね。え、うん、やるのに。そうなんです、全然あの拒否してるわけじゃないんですよ。マジで皆さん、ほんまにカリンちゃんのお尻綺麗から。いや、お尻だけはマジで綺麗から。いいらしい、スタイルもいいやん。お尻だけじゃないよ、スタイルもめっちゃいいやん。顔も可愛いし、わかる。すごいですよ、この爪の形も綺麗し。爪じゃあ爪でこうやってなんか。あ、いや隠して隠して。まあまあこんな話ばっかりしちゃってごめんなさい、もう本当に。でも逆にもうここ4年ぐらい、5年4年ぐらいやってないので。でもやってたよな。やってました全然。の
あれ、それはなんで？もう自分のキャラ的に、よ、来なくなりました。もう小島っぽくないなってなって、ね、依頼が、はい、お依頼が来なくなりました。だから全然言ってないですよ。あ、そうなんだ。からあのウェルカムです。あ、ウェルカムな。お仕事お待ちしてます。やって皆さんって感じですよ。でもさ、久々にの言いだらさ絶対恥ずかしくない？カリも恥ずかしいかも。どうやってしてたっけ。まあ、ちょっと口は半分にしてて、ね、あ、確かにね。写真撮られるの無理かも。やろう。なんかそのもう最近のお衣装がなんならもう水着みたいなもんじゃないですか。ああ、確かに。そうだから全然恥じらいはないんですよ。あ、でも写真慣れはしてないかも。確かにな。下手だと思う。めっちゃグラビアってさ、ポーズ的にさ、こんなんや。確かに、こんなんや。顔も決めなあかんやんか。確かに全然できないかも。あのかわいい、イエーイ、かわいい、イエーイみたいな。それでいいなら、かわいい、かわいい。確かに衣装布少なくなってるもんね。はい、はい、お疲れ様でした。全然です。あ、私がプロデュースしようかな。どうぞ。バイバーイ。バイバーイ。私がプロデュースどうしますか。じゃあプロデュースするってなったら何しますか。どうしますか。でもやっぱりグラビアとかじゃなくて、そのスタイルを生かして、だからあの最高な下品、うん、下品、最高に下品な私のスタイルがとか、あの際どさ、ちょっと、うん、ちょっと、うん、腹見せがめっちゃ良かったから、でもファンの人を求めるそのボーイッシュ的な過去だったり、した、うわ、したいな、うん、私プロデュースしたい、うん、あの好きなんですね。好きになってきてますね、プロデュース。そう、全体的なコンサート、うん、全体のコンサートプロデュースしたい。え、したらいいじゃないですか。してください、ぜひ。ちょっと次チームだけど、うん、ね、次決まっちゃったけど、チーム対抗って言ってたっけ、チーム対バン、うん、どんな感じなんだろうと思って、チーム N で見せたいものとか、うん、ね、また考えないとですね。またな、なんか公演でやってることじゃなくて、なんか新しいことしたい、新しいことしたいような、なんか変わったことしたい。何を見たいですか、うん、皆さん。確かにチーム N の、バイバイ。うーかさん、まだですか。まだかな。何が見たいですか。MC 本当にすいませんでした。なんで？なんで？ちょっと気にしてたんで。そう、マジで全然いいよ。戻ってきた、戻ってきたなと思った。わざわざあの、MC の足臭いですよね、いじり。全然いいよ。全然いいよ。良くないと思うんですよ、ああいうの。味方結構厳しいよね、そういうのね。ああいうの良くないって思うタイプ、ね。え、じゃあ最近のさ、うん、え、チームエンドがさ、後輩、私のことめっちゃいじってるやんか。はい、ああいうのはいいねんな。はい、あのいじり方。あ、そうそうそう、見た目とかそういうなんか匂いとか、そう、そういうなんか内部なところはちょっと良くないと思う。良くないけど、ちょっと良くないけど流れに乗っちゃったっていう。はい、でもだからあの大阪魂ですわ。大阪魂、それは関西魂。反省しても。最後私は全員負け込んだけど。そうね、そうね、大丈夫だよ、全然全然大丈夫だから、はい、お前さんの前に言うね。気をつけて帰るんだよ。もう怖いところ見かな、見ない。バイバイ、ありがとう。びっくりした。おもろ。でもちゃんとしてますわ。イエーイ。あパリピー、バイバイ、またね、またね、またね。最近仲いいんです。そうなんです、4人仲いいんです。マイティーミュー、ゆうみさん、かりんは仲良くさせてもらってて、また予定立てちゃったりして、うん、立てたりしてなんか若くなる、あの2人といたら。わかる、めっちゃわかんね。やし、なんかいい子たちなので、こじりん怒ってるって聞いてる。何に急に何にここのなんかあったかしら、なんか怒ってたかな。ミカネの好感度爆上げ。確かにギャップやな。確かにミカが出さないからね。確かに、確かに、ね、表に出ないからね。ミュー年上なんだけどやっぱ若いもん。なんかいや本当に、だって今年27え、ミューだった気がする。え、じゃないんですか。どっちかに来る、どっちかに来るぞ。どっちだ、どっちだ。何歳だろう。誰も来ない。27だって、うん、来年の3月でですよ。でも来年か、だからまだ26ですね、だいぶ。
やってたの？あ、もううかさん遅いやってたんだけど。ごめんね。待ってましたよ。帰ってきました。帰ってきましたじゃない。やっと来ましたよ、うかさんが、はい。ごめんね。これ出て使うの？ありがとう。ミュウがお姉ちゃんに感じた時、あの心霊スポット行った時ぐらいですね。こじりに耳出してください。チェ、なんか昔耳フェチの方がいらっしゃいました。かりんの右の、しかも右の耳が好き。へえ、そうなんや。握手会でかりんちゃん、もうちょっと向こう向いといてって言われてええみたいな言いながら、右の、そう、右耳か左どっちだったかな、どなんか決まった方向が好きなんですよ、その人は。何がいいの？わからないです。右、耳の形だから話もしないんですね、もう。え、大丈夫？そうなるわな。いい、今日もいけてる耳とか言って、いい感じとか言って、それで終わるっていう。ポジリンの横顔好き。嬉しい。やってじゃあ、ちょっと横顔いいよ。やです、やです。こっち見やんといて。やだ、やだ、やだ。ずっとこっち向きで喋んないといけないっていう。新しいね、確かに。いらっしゃいました。なんかフェチの方はね、やっぱいらっしゃるんですよ。耳フェチ、みんな何フェチですか？カリめっちゃあるんです。え、めっちゃある。いいですか？首、首だってめっちゃ触ります、人の首。あ、首が一番好き。そうなん？めっちゃ触りますよね。確かに、そういえばウーカが一番ベスト。あと、何なんですか、その違いは。この掴み具合の、このプニュプニュ感と、スベスベ、あ、ね、触り心地がいいんだ。なんかな、例えばやけど、うん、あで太ももってガッツリしてるやん、うん、気持ちよくないやん、うん、で、あの肌の感覚、まあ、肌柔らかい肌なんだじゃん。柔らかいね、めっちゃ、ね、触ってて気持ちいい。あ、ほんとだ。あ、ほんとだ。やろ、変な感じ。え、柔らかい。なんでそんなスベスベなんですか？え、スベスベ見つけてるやんか、もう。私、自分の首があんまり好きじゃないねん。なんかガッツリしてんねん。がっつりしてる首が分からん。いや、分かって。違うねん、なんか違うねん。うーかさん、でも首めっちゃなんか、なんていうの、赤ちゃんみたいなお肌してる。そう、赤ちゃんみたい。なんか肌がめっちゃいい、いい肌。ぷにょ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 。かわいくて。かわいい。あ、ちゃうな。ちょっと。いや、かりん、なんか。違う、そんな触り方じゃない。こうやって触るの。もう締められてるもん。あ、でも、握りはめっちゃいい。握り、握り。でも、こうやってじゃ違うねんな。めっちゃそれ。違うねん。めっちゃ人の首触りますね。アミタンとかの首もね、ずっとね。あ、そうな、アミタンも触ってんの、ね、あ、そうやったっけ。よく触ってますよ、無意識、無意識。あんまり、かわいすぎて。でもさ、ゆうちゃんにここさ、こう持たれた瞬間さ、なんか覚悟する。わかります、わかります。なんでなんで息をね。なんで締められそうで、止まっちゃう。いい気にしてる。そうありますか、うかさんは。私は、何やろ、匂い。わかる。あ、匂い大事。匂い。わかる。人のこのライン。ああ、よく言ってる。言ってるよな。うん、それはどここ見ちゃうんですか？見ちゃう。へえ。うん、綺麗。でもそれが小尻はめっちゃ綺麗。うん、嬉しい。確かに。だからその横顔とかわかる。確かに。本当ですか？うん触り方雑やわ、めっちゃいい。あ、嬉しい。いいねんな、このラインが好きなんですよね。あとは、あと、え、でも思いつくの、あ、手。カリン、わかる。手、カリンも綺麗。いや、でもカリンはね、自分の手は違うんですよ。え、なんでの？なんかね、もっとね、細めの、うん、あえ、ゆうかは、ゆうちゃんは、うん、手の、 あの使い方が好き。あ、なんか手ちっちゃいですね。かわいい、かわいい。かわいい。めっちゃ言われんねん、私。めっちゃちっちゃい。握手会の時、うん、確かに思ったよりちっちゃい。意外と手ちっちゃいなねって。めっちゃちっちゃい。なんかゆうちゃんは物を、だからペットボトル開けたりとか、なんか袋開けたりする時の動きが、なんか女性らしい。あ、でもなんかなんか丁寧、丁寧、一個一個。もうえ、そうなん、うん、え、そこまで見てんの、見ちゃう。コジリンは細長くて、うん、すごいでかいんでね、カリンは結構。なんか携帯持ってる時とか、物持つ時とか。あー、わかる、わかるわ。へ、
かりんはすごい骨骨しい手の人がすごく好きなんですね。うん、あ、そうなんよ。なんか三日菜とかめっちゃ綺麗です。あー綺麗。はるちゃんとか、あ、綺麗綺麗綺麗。あー確かに、なんかここに筋がある感じがすごい好きで。なるほどね。筋ないカリもないんですよ、それが。だからね、めっちゃ欲しいんですね。ちょっと肉こかこかちょっと違う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 恐竜みたいになってわかるけど、でも、うん、そうそう、特にそこ、はい、そういうとこが好きです。あとカリも匂いフェチだし、うん、なんかあとはほくろフェチだし。ほくろ、ほくろどこのどこのカリンはほあの首です。あー私首ないねん。あのな、私な、あると思う。ほらほんまや、え、あるあります。やった、私ここにあんねん、めっちゃ。それもいいですけどね。あとお腹、にゃんのめっちゃ可愛い。目が好き、目の周りにある人好き。可愛い可愛い、羨ましい、うんうん、目の周り、私ここにあんねんニキビみたいに言わんといてよあんねん、ちっちゃいやつ、ほんとに。あ、ほら、あ、ほんまや、ほんとだ、隠れほくろですね、うん、だから、なんかついてるよー、確かに確かに、あ、言われやすいところに、うん、ほくろ、ここに、ほくろか、ほくろ意外よ。あと声、あー声はわかる、声めっちゃね、あるんですよ。あ、声、声わかる。カリン、あの風、人が風邪ひいた時の声めっちゃわかる何か、そう、なんかね、何なんだろう、かわいいです。鼻詰まってる系、うん、めっちゃわかる。でガスガスしてる、ガスガスな声とか、だからハスキーボイスの女の子の声とかめっちゃ好きで。そうなんや、はい、めっちゃとことん低い人とかも好きです。へえ、そうなんや、はい、アイティンとかテイさん、またなんか別な気持ちする。テイさん、また別な気持ちするんだけど、なんか犬盛り上がってる似てない低すぎ、似てる、低すぎ、わかります、テイさん、そうでした。テイさん大好き、帰ってきた。そう、声好きですね。だから声優さんとかめっちゃ好きで聞いちゃいます。そうやな、でも低い声は確かになんか聞きやすいというか、そうそう、すんなり入ってくる、うん、なる。でも一番好きなあの声優さん、花江夏樹さんなんですけど、ちょっとなんか鼻にかかってる感じの声も好き。あ、そう、炭治郎の声も、そうなんや、はい、お好きなんですね、声。金木くんは好きやった、ね、それでめっちゃハマりました。一番好きな声と思って。いいね、ありますね、いろいろペチが。ありますね。さやねえがいい例かな、ハスキー。そうですね、さやかさんの声も大好き。お話ししてる時の声も好き。さやかさんの口が好き。あー、でも分かる、分かる。さやかさんが喋ってる時めっちゃ口見ちゃってる。めっちゃ綺麗ですよね、細くて。そうそうそう、なんか分厚みなさすぎない、なんていうの、ありすぎない感じ。動きが好きやねんな、唇の動き、見すぎ口の動きまで初めて言ったかもしれへん。へー、あ、日本人って鼻にかかった声の人多いらしいやって。私も鼻にかかってる。あ、歌声とかそうですよね。そう、歌声分かりやすいかも。ハイトーンは高い方か、うん、欲望ものの時にみんなの声が好きよ。あー、みんなもう欲望ものって感じですよね。なんかもう欲望ものなんかぼーちゃんみたいぼーちゃん、じんちゃん、ぼーちゃん、わかんないんですよね。ぼーなんかモノマネできるの欲しいもんな。しんちゃん、しんちゃん、あそぼそんな感じ。意志が大好き、意志大好きやから、意志大好きやから。そんなんセリフにないやろないけど、意志見つけるから、意志見つけるから。ぼーちゃん、うん、そうなんだ。あの鼻水出てる子ですよね。知らないけど、ぼーちゃん結構なんかダンやん、こうやって分からへんから、ちょ、分かりやすく見えるようにしたんだ、見えやすくしたんだあ、そう、かやま見たことないんですよ。全然似てないな。
最近なんかルームズでやってた時の雨降ってるって。え、本当に？なんか今日煽りで言ってたよな、雨の率高い。確かに言ってた言ってた。雨降ってる。雨降ってんだ。大阪市の次ロサンゼルス行ってたからな。めっちゃ晴れてるやん。うん、今日雨降らへんのロサンゼルス。天気良すぎる。なんで雨降ってんの？傘持ってきてないってん。そうやったんや。皆さん気をつけて、お帰りなさい。ゆかわの T シャツ。可愛いですよね、ゆかわの T シャツ。ね、可愛い。初めて見た。可愛いよな、確かに。可愛い。可愛い。明日また気温下がるって。あ、来てる。梅雨？梅雨が来たの？ねっちゃん。ねっちゃん。ありがとうございます。結構雨降ってんの。どうしよう。みんなで濡れて帰ろうか。みんなで濡れて帰ろう。かみんな、こいじさん、こまりさん、めっちゃみさん、しゅるたみさん。のみしばさん、しょうさん、雨だって。おかみんな、ありがとう。どうですか、うかさん、15分経ちました。今何分でしょう。15分の日たちは止まる。そう、書いて経ちました。もう読もうかな。雨上がってるよ。本当に雨は止んでたらいいな。梅雨が始まるよ、笑うのが君の流れ。バンサレンで。え、バンサレンです。あ、生歌やから大丈夫。あ、そうや。じゃあ、そろそろランニング発表しようかなと思います。22時で15分だよって。ありがとう。13位、恵美子さん。12位、琴葉ちゃん。11位、ともすけさん。10位、たかゆきさん。9位ヒロさん、8位セリちゃん、7位野村慎之介のすけさん、8位ゆずちゃん、5位ツシー、4位ジュニアさん。順位変わった。あ、確かに劇場にいっぱい忘れ物あるやんか。パクろうとしてる。13位ピロさん、12位エミコさん、11位セリちゃん、10位ヒロさん、9位トモスケ、8位野村慎之介のすけさん、7位高幸さん、6位ツシー、5位ゆずちゃん、4位ジュニアさん、3位みほんちゃん、2位大吉さん、1位りょうたろうくん。ありがとう。ハッピー、8位シュウカちゃん、7位キイちゃん、ありがとう。今日の髪型、ではまた会いましょう。今月ラスト公演でした。また来月500回目も楽しみにしててね。バイバーイ。髪型何したらいいですか。